3年前にですね、この名言ブログの方を始めた時にですね、自分も落ち込んでいました。すごく落ち込んでいて浮上できない。じゃあどうしようか。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきたいと思います。本日の名言はですね、高橋由紀さんの名言で、私はよく仕事を仕事と表現しています。人生の大半の時間をかける仕事を自分の志と一体化させ、天命天職で生きるのが一番幸せなことです、ということでですね、高橋由紀さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。高橋由紀さんは家事代行サービスのパイオニアであり、リーディングカンパニーである株式会社ペアーズの取締役副社長ということでですね、志ありますでしょうか。私の志と言いますと、この名言ブログをお伝えしていくこと、毎日人の名言を取り上げてですね、私が解説、まあ解説はどうでもいいのかもしれませんけれども、その名言に対してやはり皆さんが反応していただいて元気になっていただこう、今日一日すごく元気でいてほしいという思いでお伝えしています。私のね、解説はまあ補足ですので、どういったことかまあ詳しくね、説明したりはしてるんですけれども、まさに使命を持ってやっております。使命、天命。3年前にですね、この名言ブログの方を始めた時にですね、自分も落ち込んでいました。すごく落ち込んでいて浮上できない。じゃあどうしようか。この気持ちを皆さんに伝えていこう、少しでも伝えて少しでも変わればいいなと思ってやり始めました。3年後、今ですけれども、すごくいい気持ちになっております。ブログだけではなくて、YouTube、それからですね、メルマガの方もやっています。まあ、たくさんいろんなことをやってるんですけれども、私、有名人ではないので、本当にね、何ができるかっていうと、人にこういった名言ですよね、志を伝えていくことが天命だと思ってお伝えしています。まだ、本職っていうのはいろんなことあるんですけれども、それでもですね、皆さんにね、今落ち込んでる方、今日ね、嫌なことがあった、上司に怒られたとか、あると思います。いろんなことあると思います。それでもですね、私は皆さんが元気になれるような名言を伝えていくことが天命だと思ってやっております。これがですね、私の仕事だと思っております。まだまだ、10年後、20年後、30年後、お伝えできるように、元気でね、毎朝伝えられるように、私もね、朝走って頑張っておりますので、皆さんもね、朝何時起きでしょうか。朝起きたらですね、窓をガラッと開けて、空気を入れ替えて、やっぱり、新鮮な気持ちでね、いていただきたい、いろんなことをしていただきたいなと思っております。私は朝一走って、もう今ちょっと汗かいてね、シャワー浴びて、すっきりした気持ちでお伝えしています。それがですね、皆さんへのご奉公だと思ってやっておりますので、本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。動画に対してグッド評価、または毎日この名言を配信していますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。